侍も芸者も忍びもない長崎。ああ、まあ確かにな。2011年なんて当然そうだもんな。ただただうちの召されたのでした。まあそりゃあな。おいおい、まだ続くみたいだぞ。ワクワク。まあ聞いてて楽しい話だよね。しかし拙者は諦めなかった。この国のどこかに侍はいる。じじ上様も、そして玉野家の馬場上様も。安住、侍は心のありを清き心で探せばきっと出会えるばい。って言ってたから、ああ、なるほどね。この安住への言葉は、じじ上様と馬場上様の言葉か。だから拙者は九州を巡って、大人気の正義の味方、侍を探す旅に出たんだよ。昔の武者芸みたいなことしたんだな。今の話、アメリカのダディのアメリカの話を思い出す。りんちゃんはカウボーイを探しに荒野にいたのはバイソンだけだったさ。まあそうだよね。わかるわかる。結局カウボーイも侍もそういうことだよな。今の時代にはいないってことだよね。なんかかっこいい。それでアンジュ、侍は見つかったのか。ふふふ、聞いて驚くです。お、なるほどね。おいおい、話を最後まで聞かせてくれないんだな。ちょい待ち、後期までいるぞな。熊騎兵が人から霊力を奪ってるのか。そういうことだよな。人から霊力を奪ってるから好機が出てくるんだよな。人の話を邪魔するのは悪代官の諸行です。司令、やっちゃっていいですか。どうしようか皆の者、出会え出会え愛分かりやんしたなんか間違ってないか、その返事旅が豊かになってくるね。アンジェリカがいるとね。僕のコメル部見せてやるっす。ちょっとアンジェリカがいると強すぎるので3番にしました。この後期は結構強いやつだな。了解、攻め込め。攻め込むっす。オーケー、気合いだね。今回はウェーブは3回しかないから、さっきみたいな弱い熊騎兵じゃなくて、あれがいるんだろうな。あ、しかも属性よく見たらさっきと違うんだな。米力上昇っすよ。特に属性考えずちょっと準備しちゃったな。ただ見かけるっす。お米の力っす。おお、やっぱ強いな一発だよ。アンジェリカね、気合を入れちゃって、司令の大応援でアンジェリカを 30% 気合入れて 100% にしちゃって、でこれで進撃必殺で全員、はい、攻撃っていうのがもう文句なしで強いよな。米力上昇っすよ。どうすか、お米にはお清めの力もあるんすよ。お清めの力もあるんですね。ふきちゃんの喋り方いいね成敗。いやー、アンジュ大活躍だったな。アンジュとリンやっぱ強いな。それでアンジュちゃん、さっきの話の続きは、はい、長崎を出発した拙者はまずは侍の名産地熊本に行ってみたよ。スイカじゃないんだ、名産地。熊本は畑から侍が生えるってじじ上様も言ってたね、ジェネラル清正、そして熊本城。確かに侍とは切っても切り離せない土地だ。さすが凛さんだね。それに熊本は伝説の侍マスター武蔵が頑張って就職した場所。なるほど。侍絶対いる。期待が高まったよ。侍は果たして熊本にいたのか。むむむ。結構長い話だな。話がうまいんだろうな。地味に続きが気になってきたって風花も言ってるね。でしょでしょ。熊本ならきっといる。なぜなら、熊本だからな。リンがバグった。人、食べ物、文化、すべてが高潔で温かい。それがマムの故郷熊本だ。 おっと、話の通信途中で悪い。おばばからの通信だ。あ、さっきの調査結果かな。もし、大石義高殿、乙女たちよ、今度は熊本に騎兵が出現した。至急熊本に向かってほしい。結構行ったり来たりなんだな。それから異物の分析にはまだまだ時間がかかりそうじゃ。他にも手がかりを集めてくれると助かる。俺が離れた途端入れ違いに熊本襲撃だと。まさかやつらそれが狙いで、まあ可能性はあるよな。こうなんていうかな、分散させることによって敵を混乱させるってのはあるよね。考えすぎじゃないか。でもとにかく行くしかないわな。アンジュちゃん、後で話の続き聞かせてね。まだまだ旅は長い。急いでは子孫じる。あずるでないぞ、しのさん。ははー、アンジュ殿。いい関係性だな。よし、熊本に行くぞ。了解。ああ、いいね。こういうポーズいいよね。まあ、一章が終わった後のマップの前提だから、やっぱ、霊力塔が崩れてる状態だね。一章クリアしたらこんな感じになるんだろうね。よし、じゃあ、引き続き行きましょうか。今度は熊本。第2話、熊本いいとこ。一度はおいで。欧風号で移動してますね。謎の熊騎兵を追って僕らが次に来たのは熊本。凛君と出会った地、そして彼女の母親の故郷だ。アンジュ、爺上様とはどんな人なんだ？英国の海軍士官で長崎にいたんだよ。ほう、ネイビーの士官か。大神さんと共通するね。日本人じゃないけど日本文化が大好きで、侍、芸者、忍び、力士、外国の人が好きな典型的なやつですよね。何でも家にあったね。家にあるってどういうことだ？確かに家にあるっていうものではないよね。今は英国の北の方、エジンバラにいるけど、向こうでも日本庭園の屋敷に住んでるよ。すごいな、アンジュ。実は相当なお嬢様か。日本庭園なんて日本でもあんま見ないもんね。む、この匂い。え、何？くんくんしてきたぞ。熊本の豊かな匂いがしないよ。ああ、しないな。熊本よ、俺は帰ってきた。するんだろうな。あ、熊本城ですね。いや、この2011年のちょっと後にね、熊本城がちょっと崩れてしまうからね、震災でね。グレートブラックキャッソー。城ってことですね。面白いな。熊本城。やはり素晴らしいな。この佇まい。質実剛健な色、姿。見ろ。あの銃眼の配置。どこにいても敵は生き残れない。うはぁ、そりゃ怖いな。まあ確かにな、こういう城ってやっぱりそういう敵を追い込むためのあれだからね。しかも昔は老城に備えて畳も食べられる素材だったそうだ。へえ、ジェネラル清正、まさに最高のアーミーにふさわしいな。畳美味しいのかな。そうやよね、何で作ってたんだろう。ここに来ると思い出すよ、熊本での侍探し。苦労したけどちゃんと見つかったね。いたのお侍。熊本だからな。だからなんで得意げなんだよ。熊本について拙者は、あ、これあれだね、アンジュの回想にまた戻ったんだね。拙者はまずはここにやってきた。父上様から聞いていた侍の名産地、そこら中で果たし合いしてるかと思ったけど、熊本も霊力塔のせいでちょっと元気なかったね。やっぱりそうだよね、霊力塔って。まあ、リンの言う通りだな。あの頃の熊本はマモンに完全に支配されていて、町全体が沈んでいるようだった。リン。だけど拙者、キョロキョロしてる民草を見つけたよ。最初は忍びかと思って警戒したけど、困ってそうだったから、声をかけてみたのです。お頼みも拙者、侍アンジュ、民草よ。構えに迷いが現れているぞ。ぶっ飛んだ声のかけ方したな。確かにな。でもどうなんだろうな、変なやつっていうところと、アンジュみたいにね、こう可愛らしい見た目だと、お、なんかなんだろうって興味引いてくれるかね。そうかな。そしたら民草は、あらあら、これはかわいいお侍さんね。話を聞いたらこの民草、買い物がしたかったけど、ここに迷い込んで五里夢中だとか、親戚のためにお土産を買おうと思ったんだけど、迷ってしまってね。観光客なのかな？それで商店街に行ってみたんだよ。不慣れな土地なのに案内か。大した心意気だ、アンジュ。確かにね。うんうん。お土産に熊本メーカーを探しに行ったんだね。わかるよ。はあ。シノはいっつも食べ物だな。ふにゃん。君影もそう言ってる。指令も気になりますよね。美味しい熊本メーカー。うん。なんだこの選択肢。どうしよう。まあ、どうしようかな。どっちかに話を合わせろってことだろう。まあ、商店街一色か。商店街は熊本城のすぐ隣にある。この立地は熊本の特徴とも言えるかもな。はあ、なるほどね。それは特徴的だね。確かにね。俺たちが、救ったにぎわいをぜひ見てほしい。案内する。うっし。決まり。やったー。うん、商店街に来ましたね。名物といっても豊富だが、ここならおそらく。なんとこれは由々しき事態。名物は後だ。ドレス出すぞ。みんな、まずは敵を追い払うぞ。はい、なんかこう、いいね。このサブストーリーみたいな感じね。こう。桜革命は本筋のメインストーリーしかなかなかないからね、こうやってサイドの話が出てくるってのはいいよね。ふふ、戦闘の後のスイーツは格別だぞ。よーし、やるよ。うん、強い帝国過激なんていう感じだよね。友軍は皆さん、フォローしてくれてる皆さんのを使ってます。このイベントだと、友軍に皆さんのね、乙女をお力を借りることができるので結構楽しめていいんですよね。お、活躍してるね、しのちゃんね。なんつう攻撃の仕方。その武器使わんかい。キックするんだね。めっちゃ派手。いやー、いいね。かっこいいじゃん。帝国歌劇団には華麗な勝利こそふさわしい。でしょ。確かにな。やっぱ勝ち方も華麗な方が帝国歌劇団らしいですね。早速出発っすよ。悪いクマはお仕置きです。何体か逃がしたな。気をつけろ。置き土産があるぞ。おお、なんか気をつけなきゃね、そういうのはね。うん。なんか落ちてるな。これは武器ではないようだ。なんだこれは。ん？石？宝石？ヤマトって書いてるけど、ヤマト。おお、それなるはヤマト魂。え、そうなの？まあ、おばばに送るか。でもさ、桜大戦的にはヤマトって恐ろしい言葉だよな。一作目のね、サタンがいた場所ですよ。やっぱりここは侍の国。あの時もここで侍が見つかったよ。マジか？いたのか、ちょんまげ。あ、さっきの道案内したおばあさんだね。お侍さん、ありがとうね。ここならきっと見つかるわ。拙者、これアンジュだな。拙者、タミクサと一緒にお買い物をして、いろいろ教えてもらったのです。熊本はみんな人情があって、新しいもの好きな楽しい街だって。だから、霊力塔の建設も最初は賛成したんだけど、あー、そうか。最初はわかんないもんね。まがまがしいものだってことはね。それは、マモンの策略だった。今思い出しても忌々しいけど、もう大丈夫だよ。明るい空とこのにぎわいと、そして美味しいメーカー。うん、そうだよな。食いしん坊のしのらしい言葉だけど、やっぱりその地元の良さっていうのをこう取り戻していくっていうのがこの桜革命の旅の目的なんだよね。あ、お侍さん、これだよ。お土産にこれを探してたんだよ。びっくり仰天。なんと民草が探していたのは。なるほどね。